おやおや、これはどうしたことだ。あんたは少し早くついてみればステージがめちゃくちゃじゃないか。角太郎、おお、お前がオンブロ寮の庭を夜中に徘徊してるっていう角太郎か。こいつから話は聞いてたけど、本当に頭に角が生えてるんだな。こら、グリム、お前先輩になんて口の聞き方してんだ。監督生、あの人を角太郎呼ばわりするなんて命知らずにも程があんでしょ。おめえ、あの人が代打が知らねえのが。ノアドゥドラゴン、どうやってこのコロシアムの中へ。招待されたんだ、オンボロ領に住む人の子に。招待状もちゃんとあるぞ。いや、そういうことではなく、ビルがユニーク魔法で生み出した強力な呪いの毒斬りはまだ会場を覆っているはずだ。あの呪いに触れた者は無事ではいられないはずだけれど。ああ、そういえばそんなまじないがかかっていた気もするが、どれほど強力なものだろうと、この僕を呪えはしないさ。この子の世間知らずをいいことに、随分と戯れていたようね。茨の魔女の高尚な精神に基づく、ディアソムニア領の領長、マレウス・ドラコニア。いかにも、僕は茨の谷の次期当主、マレウス・ドラコニア。うん、エースたちが魔獣大会でめちゃ強だったって話してたやつがこの角太郎だったってことか。言っただろう、僕の名前を知れば背筋に霜が降りる心地がするだろうとな。ところでシェーンハイト、お前こそどんな戯れに勤しんだらそうボロボロになるんだ。そんな姿では美しき女王の精神が泣くぞ。それはどうした。さあ話してみせろ、人の子らよ。なるほど、そんなことがあったのか。しかしオーバーブロッドするほどの魔力反応を僕を含めこの学園に集まっている魔法師が誰も気づけないとは。え？外では騒ぎになってなかったってことか？ああ、少し離れた体育館のそばでロイヤルソードアカデミーの生徒たちが歌い、そこに人間たちが群がっていたが、このコロシアムではマジフトの試合や防衛魔法の試験、領長の座をかけた決闘なども行われる。もともと場外に被害が出にくいよう特殊な結界が張ってあると先生から聞いたことがあるが。それじゃあ僕たちがヴィルさんを正気に戻せなかったら。粘ってても援軍は来なかったかもしれないってこと。怖っ。ふん、まあいいだろう。貸し一つだ、シェーンハイト。え？なんだ、全身の毛がそわそわするんだぞ。なんてプレッシャーだ。人の子、お前たちに送り物をさせる。マレウス、何をしようっていうの。この程度ほどけた織物を織り直すよりたやすい。さあ、あるべき場所へ、あるべき姿へ戻れ。あれ？嘘！会場が一瞬で元通りになってる。本当だ。うおー、これマレウスが魔法でやったのか。すっげー。うへー、ま
ジフト大会で見た時も思ったけど、レベルが違いすぎ。ロア・ドゥ・ドラゴン、素晴らしいよ。君の魔法はいつでもマーベラスだ。舞台が元通りになればお前たちの余興が見られるんだ。僕はただそれに興味があっただけだ。お前、僕の正体を知ってもそのあだ名を貫くつもりか。いや、構わない。さて、シェーンハイト、この僕がここまでお膳立てしてやったんだ。たっぷりと楽しませてくれな。言われなくたって最高のパフォーマンスを見せてあげるわ。スタンディングオベーションする準備をしておいて。そうでなくては。では本番を楽しみにしているぞ。まさかロア・ドゥ・ドラゴンから祝福を受けられるとは。運は我らに味方せりだね。今こそ私たち NRC トライブの結束を見せる時だ。ええ、学園長への言い訳も後のことも全部私が責任を取る。ボーカル&ダンスチャンピオンシップ絶対優勝するわよ。